では適正者などの接触により主にその圧力を感知して爆発します。続いて普通艦隊などが装備する各種火器の射撃などをご覧いただきます。まずヘリコプターによって起動する普通艦分隊が森林などのヘリコプターが着陸できない場所などにドローンを使って到着し施設や燃料などを爆破した後ヘリコプターによって速やかに火器の射撃を行います。この低層空気動車の車上から